こんにちは。今日はですね、大型のグラステラリウムを購入した後に、モグリッチと、それから暖凸、暖房ですね、暖房するものですね、これを購入しました。以前はね、普通のシューケースだったので、土をあまり床に盛らなかったのでね、暖凸というものを使って、床に敷くものは、これはね、適温、ピタリ適温プラスというのを使ってたんですけど、今回は、大きめのケースで、なおかつ、いっぱいね、土を盛りたいので、実際にケースの内部に敷く、これがそうなんですけどね、ケースの内部の土の中に潜らせるプレート、モグリッチを購入して使ってみようと思います。これね、結構大きいサイズ、モグリッチのサイズはすごくいっぱい種類あって、これの場合はね、L サイズというものですね。まあ、飼育ケースのサイズによっていろいろとサイズがありますので、そのような形で選ぶのがいいと思うんですけど、こんな感じでね、飼育ケースの内部に、今これ直にアルミを僕引いてあるんですけど、下にね、ガラス板だと直接怖いので、その上にアルミを引いて、そのアルミの上に、今置いてあるんですけど、これは、まあ、この説明書にあるように、説明書は簡単なのがついてますから、土を少し盛った上にこのモグリッチを敷いて、その上にまた土をかぶせるという感じですね。それでね、このもう一つ黄色いね、ケースの中にあるのが、これがね、地下っていうか土の中の温度を測る道具ですね。温度計、昔のね、脇に挟む人間の体温計みたいな、そんな感じの形状の簡単なものが、ガラスの、水銀のですね、ガラスの、昔懐かしいような体温計みたいな温度計がついてます。これをね、まあ土の中に潜らせておくと、要は土の中の温度が測定できるということですね。で、これをね、床に敷いた上で、今度は天井からの暖房、これは、ダントツの L サイズ。これはね、前は M サイズ使ってたんですけど、M サイズと比べると倍以上ありますね、大きさがね。まあ、重さはそんなにないんですけども、まあ、金網の部分も、前回の動画でお見せしたように補強してありますので、これをそのまま上に、まあ、木ネジが付属でついてますから、木ネジでこれを吊るす。まあ、そんな感じの、上と床と、それから天井からの、両方からの暖房でしていこうと思います。ありがとうございました。失礼いたします。